大久保西洋は、日本の元騎手、元調教師。父の大久保亀治は、尾形東吉門下の元騎手、元調教師。祖父の大久保福松は、箱館体系の弟子。弟の大久保光康も、元騎手、元調教師。この大久保竜氏は、現在も開業中の調教師。美保所属の元調教師、大久保陽吉も親戚にあたる。父、 亀地北海道函館市生まれ、騎手見習い、騎手候補生を経て1957年に、父、大久保亀地の旧社所属の騎手となる。なお1954年4月に、立命館大学法学部に入学し、夜に通学しながら、騎乗を続ける生活を両立させ、学士号を取得している。現役時代は、騎乗数は少ないものの、ヘリオスで、 京都記念二章の他半身大章典を勝利するなどした。また、つなぎが即補強層の騎士としても数多く起動した。1970年2月に騎士を引退して、同級者の調教助手となり、1971年に調教師免許を取得。1972年に父が死去したため、旧舎を引き継いだ。2006年2月28日に定年により、 調教師を引退。調教師としては、時に競馬における常識に挑戦するような競争馬の使い方をすることで知られ、史上初の障害帰りの GI 馬となったメジロパーマーや中央競馬の全競馬場で重賞に出走するという珍記録を達成した山の白菊を管理したことで有名。また三冠馬、成田ブライアンに対しても、六歳児に天皇賞の次位相として、 高松の宮杯に出走させたことから、距離適正などの面からマスコミとの間で論争を呼んだ。なお、同様の例は、1976年の天皇賞春を勝った入リモジョージを、同年夏の札幌競馬場で行われた短距離ステークスに出走させたこともある。ふとじは、文科生。カッコ内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。